然知らんしちょっと待って、どうしたなんか日本に元気をと思って急にそういうラジオなくなったなと思ってお昼から声が変わるんですよ、そういう時はお待たせしました、ザ・ゲスト・シュースタジオにお越しいただいたのはヒャダインさんです。はいどうも、ウルフルズです。よろしくお願いします。ガッツだぜ、ガッツのある、ガッツのある男、胸のある人だ。ガッツがありますございます。はい、日本のトップクリエイターであるヒャダインさんがですよ、プライベートで一番仲良しなのが長野さん。いや一番かわかんないですけど仲良しですよ。仲良しですね、はい、この間もねうちに来てくださって、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、もうすごいメンバーですよ。ヒャダインさんのすっごい豪華なお家に、うん、私ともう一人、はい、小島春菜ちゃん、小島春さん、はい、あ、もしかしてこれだ、そう、せーのポン、そう、せーの、朝の情報番組、そうですね、私があの放送中に役者をビンタして、はい、あたご警察に、あたご警察が来たっていう通報して、そんな、はい、週末営業一本飛びましたけど、あ、そうやってますね、ポンでもう仲良くなりまして、ヒャダインさんと小島春ちゃんと、はい、久しぶりでしたね、でもね、2年ぶりぐらいでしょうか、2年ぶりぐらいに、すごいですあって、いやもうしかもそのやっぱりポンの時の楽屋トークが今のその世間に受け入れられてる長野さんなんですよね。そうですね。で僕野良さんともポンでポンでなんかすごい芸人がなんか30人、はい、40人ぐらい本当ゴミみたいに集められて、ゴミみたいにあったじゃないですか。ありました、ありました、外で、はいはい、外で寝てやってね、もうこの位置から立ち位置からが勝負だ、そう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 、ここ立ってたらもうダメだって、だあの時の平の野良に戻ってほしいな。あの本当人権がないみたいに集められて、ありましたありました、出しゃばったやつが勝つみたいな、そう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 、出しゃばるしかなかったんですよ、ね、なかったんですよ、わかるわかる、その頃から僕平野さんと一緒に写真撮ってもらってます、そうそうですよ、毎回ね、毎回、でも立場はノラちゃんはだその他大勢の一人だったけど、レギュラーであるヒャダインさんがなんか興味があったってことですか？いや、なんか、まるで僕はその選球眼があったみたいな、そういうこと。いやいや、そうじゃない。ラギにしても。僕、純粋に好きだったんですよ。へぇ、面白いなと思ってたんで、いつも行って写真撮ってくださいって言ってたんで。いや、もう本当にそうされると、やっぱりすごい自信になるじゃん。なりますよね。なりますよね。その時期ってなりますよね。なりますよ、本当に。うん、わぁ、ヒャダインさんが来た、みたいな。そう、だからもう全然遠いんだけど、ヒャダインさんここにいるよ、私っていう、このアピール、ありましたよね。やっぱり素晴らしい。ヒャダインさんも今おっしゃってくれたように、はい、自分に対しても、そんな感じで見てくれてたから、はい、僕ポンの時なんていうの、反省会となんとか会、最初なんでしょ、最初打ち合わせですね、打ち合わせという名、そして反省会という名の、はい、水曜日だけ、我々水曜レギュラーなんですけど、水曜日だけは長野のなんか悪口を聞こう会だったんですよ、はい、そうなんですよ、反省会っていうのが他の曜日はなかったんですよね、そうなんですか、もうオンエア終わったすぐに、はい、お疲れ様でしただったんですけど、うちだけは一回なくなったんですけど、はい、僕たちが懇願して、MC の岡田さんに、はい、岡田圭介さんに懇願して、お願いだから復活してくれということで、だいたい15分か20分くらいでしょうか。はい、長野さんの悪口と、まあ僕もそうですし。もうそこでギャーギャー言ってて、でも、その時、現状、ラッセンで売れてる人みたいな状態だったんですよ。はい、こう、規制を上げて、中年の星みたいな感じで。はい、だけど、ヒャダインさんとかにはそういう面を見せてたんで、はい、最近なんかこういう、本来の自分の元々持ってるので、こう、テレビとか呼ばれるの、ヒャダインさんは、なんか、喜んでくれると同時に、なんか驚きみたいな。まあ、そりゃそうだよなって、今頃気づいたかっていう。あ、まあまあ、そうですよね。その今頃気づいたかは絶対私もそう思います、ね、ありがとうございます。本当にあると思います。それで、ヒャダインさんと久しぶり、なんか、ちょっと食事しましょうとか、食事というか、ヒャダインさんち行ったんですよ。はい。すごい。すごいよ。もう。これが成功した人間の。いや、一生懸命デザイナー入ったらって、クイーン・シン・ジョーンズの家みたいな。わかんないけど。そんなでかくないです。なんか、もう、スタジオとか見てないけど。愛の残りだ御殿。もう、クイーン・シン・ジョーンズの家みたいな。もうそれは、お作りになられた感じなんですか？あ、そうですね。もともとあった中古で買った家をリノベーションしてって感じでしたね。それで、ヒャダインさん自ら出すんですよ。もう、ご飯じゃねえや。ああいう。そうですね。お茶とか？お茶とかじゃなくて、もタンドリーチキンとか、タラコスパゲッティとか全部自分で。お作りになられて。あれ何でしたっけ、すごい、渋くて、なんか。何ですか、吹きのとう味噌ですかね。そう、吹きのとう味噌とか作るのよ。わかってらっしゃる。そう。美味しいですね。美味しいですよね。今も、天ぷらとかね。で、お味噌もね、美味しいですね。そう、美味しいですよね。で、これ、どこまで言えるかわかんないですけど、すごいなって思ったのが、クイーン・シー・ジョーンズのスタジオみたいなところで、吹きのとう味噌とか、お酒とかも絶対高いであろうもの、こう出る中で、ヒャダインさんがポソッと、でも孤独なんですよね。
それってなんかさ、もう成功者しか、あ、じゃあ、たまたま今、ノラちゃんがトレーナーでマイケル・ジャクソンの、はい、そうですね、なんか、マイケル・ジャクソンも孤独だったじゃん。まあ、孤独だったじゃんって俺、和訳された雑誌見ただけですけど。そうですね。何もマイケルの気持ちなんて分かりやしないけど。分かりやしないんですけど。プリンスの気持ちも。分からないですけど。プリンス背が小さいのはひどいですよ。でもあれがね、いいですよね。プリンスって背が小さいからこそ、ひどい。あの、生んだんですよ、ああいう名曲を。まあ、でもマイケルもやっぱね、分かんないですよ、俺も。はい。そういう雑誌だけですけど、孤独なんですよ。下ゆえにね、だから、ヒャダインさんは、にとっては、本当のなんか、深刻な悩みだと思うんですよ。その孤独って。はい、だけど、はい、あ、なんか、クリエイターってこうなんのかなって、どっかで、確かに。思って聞いてました、私。それはね、孤独にならなきゃいけない時期もあったりもしますもんね。そういうことですよね。なんか満たされたら何も多分作らなくなるんでしょうね。原動力みたいな。原動力。アーティストですね。なんでありがたい話で。すごい。でも、そういうヒャダインさんとも、なんか仲良く。だって自分の YouTube とかも出てもらってるから。そうなんですよ。あの、ね、YouTube つっても、はい、あ、そうか。音楽についてとか言って、なんか、ただこう、お話ししてるのと、もう一個サブチャンネルでコントをやってて、はい、それも出てもらって。はい、コントしたんです。コントしたんですか、はい、だって、あれっすよね、ヒャダインさんって別の番組ですけど、お笑い好きで、島田珠代さんとかが、はい、ね、あ、そうですね。安友さんの番組で。大阪の番組で、はい、と一緒に共演させていただいたりとかしたんですけど、でもコントするのは初めてだったんですけど、もうがっつり、なんでしょう、あれどこでしたっけ、なんか代々木かどっかのハウススタジオで、はいはい、最初、台本には全くないことで、はい、ずっと大声を出させられるっていう。台本になかった。台本ないです。やっぱクリエイターなんで僕も。そう、ね。インスピレーションで動く感覚なんで。一旦ね、そこでもう、ちゃんとというか、はい、面白くやってくれて、だからやっぱ、なんか、お互いこう、いい感じでいるんですよ。そう、本当に。なんで最近の長野さんのご活躍は嬉しい限りですね。すね、ありがたいっすよ。長野さんの音楽センスも一番理解してるっていう。そうですね。まあ一番っていうか理解、一番じゃないですか。一番ではないですね。まあ一番って誰、比べてじゃないじゃないですか。比べてじゃないから、ね。こういうのって。でも長野さんの好きなジャンルと僕が好きなジャンルは違うんで、多分一番ではないですね。一番ではない。はい。でも、なんか、その、こう、お互い、こう、なんか、まあ、勝手、音楽なんて全然素人ですけど、はい、勝手にこう、いろいろお話しさせてもらったりとかしてて、そうなんですよ。ですね。なんかあれですか、ヒャダインさんってその、ノラちゃんの、その、と私って、はい、もうなんていうのかな。赤い女。もう、合わせ鏡みたいな。赤い女と。青い男が。はい。散々いじめられた。芸能界にいじめられた。なんか、昔あった映画みたいな。赤い女と青い男でなんか、竹野内豊か主演みたいな。赤い、冷静と情熱の間だから。ああいう感じで、縁屋が主題歌の。ああいう。使い直し。それで、そういう感じの芸風が結構好きなんですかね。あ、今思ったんですけど。やっぱその命を焦がしてる人が好きなのかもしれないし、ね。島田珠代さんもそうですよね。そうそう。やっぱ命をガリガリ削ってるじゃないですか。もうその瞬間にかけるってことですね。はいはい。それは響いてましたか？響いてました、もちろん。あ、嬉しい。やっぱその、なんでしょう、なんか片手間というか、その余裕ぶってるんじゃなくて、なんか、使えば使うほどなくなっていく大切な何かをゴリゴリ削りながら。はいはいはい。本当そう思いますよ。それで献上し続けて、いつかカスカスになっていくことも恐れずにやってる人たちが好きなのかもしれないですね。それは表現者としても多分好きですよね。そうですね。他の歌手とかでも。はい。間違いなく、なんか、上辺のこと言ってんだ、さっきの話じゃないですか、借り物の言葉で喋ってんじゃねえよって思うので、借り物の歌詞とか聞いたことあんなっていうものとかはあんまり好きじゃないかな。それについて、自分の YouTube で一回話したんだけど、はい、まあ自分から振った話なんですけど、その時は。はい。ブライハって言葉あるでしょ？ブライハって、無に頼るにハって、つまり、なんかよくわかんないんだけど僕も、フォークギターなんか持って、俺は労働の悲しみがとか、なんか、ダミ声で歌っちゃうみたいな、ヒゲ面とかで、誰って別にないですよ、特定のは。だけどなんか、工場のサイレンが鳴って、みたいな、あるんだけど、なんか、ブライだったらいいけど、ブライハじゃないですか。ハって嫌です。ハってなんだろうって。ハって、大勢の中の一人みたいな。そう。で、ヒャダインさんがその時
おっしゃったことで刺さったのが自分の中で、はい、ブライ派とか言ってんだけど、意外と僕は音楽的なことわかんないんだけど、ヒャダインさんから見たら、うん、ブライ派で、なんか世間から外れたものの、うん、声なき者の声を拾ってるように歌ってんだけど、うん、コード進行普通とか。そう、普通。意外とメロ普通。ちゃんと A が B あって、サビがあって、2番同じ構成でやるって、意外にあの、肩にはまってんなっていう。肩にはまってる。そうなんですよ。ダセーなって思うんですよ。だから、これ、何かをこう悪く言うつもりはないけど、はい、ヒャダインさんって多分、音の人だから、うん、その、なんかそれはなんか言葉難しいけど、はい、気持ちとか、あの、なんとかでとか言って、私とドラちゃんはその気概があってずっと言ってるじゃないですか、はい、さっきから。そうですね。アギカワショウさんも仲間入りしましたけど。四天王でしょ四天王。四天王。勝さん、相川さん、平野さん、長野さんと、はい。その、着替え用の落とし方が、はい、ドラちゃんはバブリーであったり、はい、で、そこで、はい、あの、ヒャダインさんが言ったように、どこかでこう、焦がしてしまって、うん、で、ご結婚された中で、はい、ちょっとシフトチェンジじゃなく、はい、シフトが本当に変わっちゃったよ、みたいな、はい、そのリアルって面白いじゃないですか。そうですね。人間は人臭くていいですよ。そう。で、うん、赤い服なんか、毎日は着れないですけど、どうしましょうみたいな、うんうん。この予定でしたじゃない、揺らぎも感じるじゃないですか。それってなんか刺さってくるんですよ。ですけど、さっき言ったブライ派っていう感じの人は、はい、魂がとか人間がっていう割に、ね、コードは一緒だし、それでずーっとやってるっていう。だって、ブライでずっとやってて金持ちになったら、いい服着るべきで。そうですね。そうなんだからめちゃめちゃ、だからヒップホップもそうですけど、矛盾してますよね。その、お金儲けしたいとか、その、労働者がっていう、その、ルサンチマン的な怒りを、あの、はい、歌にしてるのに、だからそれで成功しちゃったら、それが、はい、だから言いたいことがなくなってしまうので、かその時に長野さんと話してるんですけど、お互いにそういったなんか怒りとかがなくなったらやめましょうという、あもう引退しようと。引退しようと。はい、ちょっと憧れはありますよ、俺、野良ちゃんに対しての。その、ご結婚されて、お子さんもいらっしゃって、はい、別に、なんかちょっと、ごめんなさい、幸せなんですよね、みたいな、だったら、それを、無理やりなんか赤い服を着ろとは思わないですよ。もともとね、無理やり毒付けとか、ね、無理やりおどけろとかもないですよね。それで、歯に、毒舌歯になるじゃないですか。ええ、それはなんか、やっぱ我々、どこぞのラップの人よりリアル重視なんで、私と、キャナインさん。だから、その、それで考えると、その自分の、うん、まあ、宣伝みたいでやらしいですけど、ウルタナティブってエッセイでも言ったんですけど、フィフティーセントっていう、2000年代初頭のラッパーがいるんですよ。はいはい、その人なんて、うん、あのね、9発、体に銃弾撃たれて、っていう鳴り物入りで出てきたんですよ。はい、もうとんでもない悪いやつで。はい、で、売れちゃって、大金持ちだったんですよ。はい、とんでもない。うん、ラップ歌わなくなりました、ね。普通になんか役者さんとか演技と、演技とか始めて。演技とかやっちゃって。もうないんですかこう、溢れ出てくるものみたいなラップ。ないんじゃないですか、うん、なくなった。だって、ファーストアルバムは、その、あの、生い立ちとか、過酷なこと歌ってるんですけど、はい、2枚目のアルバムから、なんか、ウィンドウショッピングのこととか。まあ、知らないですね。美しいほどセールスが下がってて。本当に。それで、別にその人自体も、失敗はしてんだけど、いろんな事業やったりして、はいはい、で、もう、多分ですよ、これ勝手なあれだけど、はい、別に歌うこともないし、そうですね。ファーストアルバムほど、例えば役者さんとかやって、うん、いるわけですよ。だと、スヌープドッグとかいるんですけど、はいはい、その人も、とんでもないとこで刑務所行ったような人だけど、うん、はい、今料理本出したりしてるんですよ。あ、そうですか。ほんわか。ほんわか。本当に。で、スヌープはなんでなんだって言うんですよ、周りが。もっと、あれよって言うけど、いや、俺別に今、幸せだしっていう。そうですよね。MC ハマーだけですね、破産したのは。破産して。はい。だから、ハマーが一番すごいよ。ハマーはその悲しみすらなく、ハマタイムって言うじゃん。そう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 。バニラアイスなんて、友達に近い冷蔵庫なんか泥棒してるんですよ。すごいさ。あの、二大巨頭やばいっすよ。なのに、アイスベイビーとか言って。はい。ここで、はい。ヒャダインさん、が、前山田健一名義で作曲したナンバーの中で、私これ選ばさせていただいたの、かけさせていただきます。はい、ノースリーブスで、君しか。今日のスポット長野で
ひどい。はい。はい。いつもはですね、ナイツがゲストの皆さんの気になる話を聞いていますが、ヒャダインさんがラジオで言いたいことはありますかということなんですけど。はい。うん、さっき坂さんに聞かれて、ほんと1分ぐらい悩んでて、なぜなら、はい、ラジオで言いたいこと何もなくて、ないんですけど、でも、絞り出して、あ、そうだと思って、はい、今日3月25日が、私が飼ってる猫の誕生日っていう、すごい、あらー、おめでとう。個人的な。アートフル。アートフル。でも11歳なんですよ。11歳。11歳って言うと、まあ、人間で言うと、もう結構もうおばあちゃんなんでしょうか。でももうね、人間でって考えないようにしてるんですよね。11歳生きたっていう事実は事実なんで、だから11歳って言ったら小学5年生ぐらいですか。なんで小学5年生の子と一緒に過ごしてるっていう風に考えてます、ね。11歳って11年いたんですか、一緒に。そうです。あ、もう生まれた時から。そうです。それもあれ、ポンで買ったんですよ。ポンで、はい、最初僕はそのレギュラー前にあのゲストで出た時に、はい、やっぱ僕一人じゃその数字が下がるとかそういうのがあったんでしょうね。なんで、その、猫ちゃんを飼いたいというヒャダインさんに猫3匹用意しましたって、そのちっこい2ヶ月くらいの猫3匹テーブルにバンって用意して、はい、そこで一番元気良かった猫をその場でも塩止めでお買い上げして帰っていったんですよ。っていう、そっからですね。なんかその、ね、11歳で楽しいけど、なんか、ほんと、ごめんなさいね、考えが暗くて。いつかって思うと、そうですよ、そうですよ。で、それなんで言うかと言いますと、はい、私も昔猫いたんですけど、うん、こう、亡くなっちゃった時、はい、あのね、とんでもない悲しみが訪れたんです。そうですよね。はい。そうですよね。ペットロス。で、こんなのあるのかなって、そういうの分かんない人は思うかもしれないけど、空虚感どうでしょうね。みんなおっしゃいますよね。あ、そうですか。はい。なんでもう、今生きながらにしてそれも思ってます。もう生きながらにしてペットロスみたいな感じで。ああ、もう、だからもう、君といる時間を大事にみたいな。そうです、そうです。抱きしめながらちょっと泣くっていう。そうですよ、本当にもう。だってもう僕、その、猫しかいないですもん。猫もそれを察して、他の人と仲良くしないんですよ。だって、長野さん家来た時見なかったでしょ、うちの猫。出てこなかったから、だから虚言癖ある方かなって。やっぱそういうアーティストの人って。イマジナリーキャット。イマジナリーキャットで、全部その、ハウススタジオって思ってましたよ、最終的に。ああ、これはドラマで見たぞって思って。そのレンタルで。うん。だから、金ねえんだな、やだいって思って。なんか、あ、もう。虚勢を張るために。虚勢を張るために、全部その料理で。吹きの塔も。吹きの塔も。買ってきて。じゃなくて、本当にいらっしゃって。出てこなかったよ。そう、猫ちゃん。そうなんで、僕だけにしか懐かないみたいなことになっていて、もう、なんでしょう、共依存みたいな感じですかね。これは、だから、ヒャダインさん、さっきも言ったけど、孤独だとか言ってて、もう今、猫ちゃんしかいないから、そうですよ。心配になってきたよ、これ。いや、ほんとそうです、ほんとそうです。なんで、猫が、だからどうにかなったら、僕多分芸能界とかも音楽休むと思いますもん。一旦休む。本当に？そのぐらいのことなんですか？だと思います。まあ、まだなくしてないから。まあまあまあ、もちろんもちろん、元気でいてほしいですけど、そうですよね。もしも、まあね。そうですか。いつかは絶対来ますからね。そこはなんか見て見ないふりして考えなしにするのもちょっと違うなと思うので。確かに。ええ。なんでね、あの、実の子がいるのは羨ましいなと思いますよね。まあなかなか追い越さないじゃないですか、死を。なるほどね。そうですね。人間の子は。これあんま、まあよく聞かれると思うんですけど、ノラちゃんってやっぱお子さんできて変わったんですか、こう、感覚っていうか。いや、もう変わりましたね。もう、360。ん？それ戻ってます。戻ってます。180度。じゃあ踊ってください、踊り子。踊り子。踊り子なんですか、私。テレビの。川端先生も。そうそう、テレビの踊り子。テレビの踊り子。踊って。変わりましたよ。どういうとこ変わるの？いや、もうだから、あの、なんです。ただ生きてるだけで幸せっていう感覚今までなかったんですよ。生きてるだけでって、その子供が？私が、自分が。ほう。だからほら。わかります？なんかこう、常に子供がいる前は、なんかこの仕事どうしようとか、もう常にもうちょっと飢えてたよね。そう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 。だけど、その、あの、生きてるだけで、自分が生きてるだけで幸せって、この感覚初めて。生きてるだけでなんで幸せなの？子供が。子供がいる、を見てるだけで幸せじゃなくて。いや、生きてるだけで、もう子供がこの世に存在するだけで幸せなんですよ。はあ、その境地って今までなかったんですよ。はいはい、だから何かがうまくいって、幸せとか、なんか出てた好きな番組が。成功体験で。そう、成功体験で幸せだけど、はい、ただただ生きてるだけで、
こんなに幸せなんだっていうことを。包まれる感じ。あ、もう包まれる感じ。だから絶え間なく、揺るぎなく、娘がいるっていうことだけで、その存在がいるだけで、幸せっていう。はあ、全くわからない。全くわからない。イラ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 してますね。だからイライラしてます。だってさっき CM 中トイレ行って、はい、キレが悪いだけで舌打ちしてましたよ、ね。自分の、尿意。自分の尿意機能に。そうですね。そうですね。だからそういうのあったんですよ。いや、だから、一抜けたって感じじゃないですか。一抜けたっていうか、まあ、それって、まあ、抜け人、はい。芸事に対しても、すごい、ある、あったタイプじゃないですか。はいはいはい。ノラちゃんって。もう初めに用意して、うん、そう。そうそうそう。もう何とでも結果出してやるぞっていう、うん、その感覚っていうのはちょっと、だからなくなるんですか。その感覚もちょっとなくなるし、だから、それまで引きずってた、例えば、ポン出て、はい、生放送で、自分の、ネタ忘れちゃって、はい、すごい ひどい空気になった時あったんですよ。はい、でそう帰り山手線泣きながら帰ったんですよ。もう日テレできんだぐらいの思って、はい、もう自分で追い込んで追い込んで、そうで、そういうことは一切なくなってしまって、うん、もう滑ろうが何しようが娘がいる幸せ。だからだ、昨日とかも、はい、事務所の営業とかで、はい、うちのまあ言わないっすわ、もうめんどくさいからもう、はい、具体的には、うん、こう芸人たちがそのパパセンターマイクへ頑張ってきますみたいなツラして行くわけですよ、はい、そのつまらなさっていうのを感じてんだけど、それは彼らにとっちゃ普通の動きなんだ、可愛い娘がいるんだ、可愛い娘がいて、娘のためにパパセンターマイクで行くってやつの表現なんて刺さりもしないでしょ、俺。そうですね、全然笑えないんだけど、そういう分かるわ、エッジ効いたものではなくなるってことね。そうかもしれないですね、うん、でも滑ってるママもどうっていうのはありますよ。滑ってるママもそう、隠したくはないです。ああ。それ以外、これも生き様だぞっていうのはあるんです。なんだろうね、それね。ちょっと違うのが、それ、キャラクターなんですかね。そもそもの。でもまあ、そうやって削り続けてたら、多分死んじゃうと思うんですよ、ほとんどの人って。あと、ノラちゃんのストーリーとしては、あるかもしれないですね。でも、前ついてたマネージャーさんに、この久しぶりに会って、はい、なんかでも子供できて、ほら、昔は追い込んで、もう、ひどかったじゃんって言われて、うん、そういう言い方すると思うんですけど、追い込んで、大変だったけど、なんかちょうど良くなったよねって言われたんですよ。だからもしかして、無駄に本当追い込んでた時はあったけど、私の当時はやっぱりそうしないと戦えなかったっていうのもあるから、なんかでも周りから見たらそんなに追い込んでどうすんのみたいな目で 見られてたんだなっていうのはあります。それは今の話聞いて、うん、ノラちゃんは本当劇的に本当に変わったわけじゃないですか、はい、お子さんができて。そうですね、世界が変わるぐらい、はいはいはい、自分は自分の成功体験とか、はい、思い出で変えようとしてるだけだって今気づきました。あーはーはー。だから本質的には、はい、全然イライラしてるというか。そうですね。だからいつまで経っても、だからこっち側ですよ。こっち側の人間ですよ。長野さん。サイドですよ。ええ。だから、結婚はしてますけど、自分も。いい家を作ろうが、何しようが、が全然満たされない。ですよね。ゾンビです。ゾンビです、私。はい。だから、でも、はい、そのゾンビ感が好きだっておっしゃる方がいるんですよ。ええ、長野の、ね、その感じでっていうのあるし、うん、自分もそんな時乗ってる自分が好きなんですよ。きっと。はい。だから、その、自分がじゃあなんか、今まで否定していた、なんかその、ガみたいに光の中へ走っていく漫才師いるじゃないですか、急に。なんか、急に、ガみてえな、こいつらみたいな。なんか、奇想天外みたいなことをするけど、走っていく場所は一つなんだ、みたいな。あいつらを否定してる自分が変わることが怖いけど、なんていうの、変わらないんだろうな、もあるんですよね、結局。変わる、なんか、恐ろしさみたいなのもあるんですか？もちろんありますし、で、なんだろう。さっき、ヒャダインさんとが言ってたあれじゃないけど、はい、変わったのもやめてやろうかなっていうか。いや、そうっすよ。なんか、本当そうですよ。すげえ、大きいこと言っちゃいかましちゃいますけど、はい、自分の生活のために生きてるやつなんて表現すんなって思います。うわー、それは別に生活のために仕事すればいいだけで、うん、表出る人ってちょっと生贄感、そうですね。ある人の方が好きなんですよ、昔から。なんかね、ゴールデンで動物動画見て、なんかワイプレイわーって言ってるだけのやつとかも。全員引退すればいいんですよね。引退すれば、俺とヒャダインと、平野らと、カツシンさんと、カツさんは、まあもう、もういらっしゃらないけど。いつか僕もその、個人のところに四天王として、新四天王として。ビッグファイブ。ビッグファイブ。あ、カツさんが一応亡くなって、
そうそう、個人なんで。だったから、四天王で。はい、すいません。平野、相川さん、長野、前山田。前山田で。前山田の方で。なぜか入るんですけど、平野は。幸せだっつってんの。そうそう、だから一抜けたと、抜け人、抜け人なんですか。だから俺、ゾンビみたいに足引っ張ってるだけだから。抜けたっつってんのに、平野は。そうですよ。はい。抜けしました。そろそろお時間なんですよ。私がですか？いやいや、違う。メインパーソナリティがおる。バトンタッチじゃないですよ、平野さんに。また、あたごしょ？またごしょ。またごしょが来てますよ。はい。お知らせがあるということでですね、はい、久保光郎さん、能町みね子さんとフジテレビでやってる、久保光郎さんのこじらせライブが、本になりまして、はい、こちら不走者から発売なのでよろしくお願いします。7月21日にもライブもございますので、はい、ゲスト清水美智子さんです。よろしくお願いします。5月11に、19日には私が、放送作家のミラッキさんと結成したジェネリックジェネシスというユニットのイベントで、1993年の、ヒット曲の中の、あのヒットヒット曲を取り上げるんじゃなくて、その中 の、 あの売れなかったジェネリックの作品をそういうこと、誰々っぽいっていう、シラードっぽい、大黒巻っぽいとか、そういう、それは面白い、面白いですね、っていうその時代の波に飲まれたジェネリックの曲をね引っ張り上げますので、よかったら来てみてください。代々木のねウーファーですよね。はい、そうです、駅前の、はい、長野さんがやってたところにライブをやってるところに行って、すごく良かったので、 ありがとうございます。ここ 箱、いい箱ですので、はい、ぜひ来てください。はい、今日はありがとうございました。ヒャダインさんでした。ありがとうございました。